立ちを引くからには忍びになる。キリヒマワリは忍びになるんだと思い込んでたのよね。今度こういうのがあるんだけど。アカデミー一日体験。面白そう。私行ってみる。忍びを目指す人や興味のある人が来てもらうために開きました。糸巻ゆいのです。俺はのり巻エホー。よろしく。渦巻ひまわりです。おかげさまと同じ。おかげは私の子。そんなこと体験会を受けられるなんて。ここは身体能力を確認するための訓練場だ。よーいスタート。練り上げたチャクラを足の裏に集めて。うわっ、やっぱり無理か。ひまわりちゃん、手裏剣術もできるなんてすごいね。たまにお兄ちゃんと一緒に修行してるんだ。ひまわり、晴れて俺のライバルか。何それ。お前も忍びになるんだろ。何も決めてないよ。あ、マジかよ。こんなやつに俺は負けたのか。よし、準備は整ったわね。任務はペットの猫探しです。あとは君たち3人に探してもらう。3人で力を合わせて最後まで頑張ってみて。はい。どうやって探せばいいんだろう。あ、お、とっても詳しいんだね。もう将来忍びになるって決めてるから。何も決めてないのは私だけなんだ。探す気がねえなら帰れよ。うっ、やっべえ。ああ、発煙筒を使おうとしたな。大変だと思ったから。お前にとってはただのお遊び体験会だろうが、頼っちゃますんなよ。俺ら二人で行くぞ。でも、いいから来いよ。スリーマンセルがバラバラになってしまったね。決めないといけないんですよね。なら私も忍びに。そういう人に考えるきっかけを与えるための体験会でもあるんだよ。体験会を最後までな。それからでも遅くはないしね。最後まで参加してみます。ひらめるみたいで悔しいし。さすがナルトの娘だ。感情を受け継いでるようだね。任務を成功させてエホー君をギャフンと言わせなきゃ。ああ、気をつけてな。これで任務成功だ。二人はどこ。なんでだよ。猫は捕まえたのに。大丈夫。ひまわりちゃん、誰か登れるものを探してくるから。助けなんていらない。わかる、チャンス。うっさい。とにかく俺は嫌なんだよ。どうでもいいんだよ、あれで終わりだ。本当に諦めるのを使うなって言ったじゃん。忍びになるって決めてるんでしょ。ここで諦めるの本当はやめたくない。だったら諦めちゃダメだよ。